ございます、Gクラックフィールドテスターの伊藤裕子です。今日は9月ということで、秋ですよね。なのでまあちょっとこう横の釣りと点の釣りとちょっとこの2つを、釣り分けて今日は琵琶湖で、北湖南湖とちょっと走り回ってなんかこういい魚が出ればいいなと思うので今日一日よろしくお願いします。じゃあじゃあ行きますね。もう結構曇りなんで巻いた方がいいですかね。なんでちょっと一回巻きに行ってみます。ちょっとまあ朝一なんでメリーからやっていきます。結構もうこういう朝一番は動き回ってるやつ釣っていく方がまあ狙い的には早いかなと思うんで、まあ、とりあえずこういう薪で釣れる魚を探していきます。結構大きい川の河口なんで鮎が結構接岸してきてて、でこういう今やってるところが5メーターとか6メーターぐらいのまあなんかこう沈み物とかなんですけど、まあ、そういうところをこう深いところから経由してきて、まあ鮎が川遡上していくんで、まあそれのコンタクトスポットというか鮎のコンタクトスポットですね。ちょっとアラバマじゃメリーじゃ食い上げてこないんでちょっとクランクで当てに行きます。リアクション的な感じですね。もう早巻きしてガンガン底当てるような感じです。で今使ってるロッドがダブルダッチの 80XXH ってやつなんですけど、これもともとは多分ビッグベイトとかスイムベイトでかいやつを投げる用のロッドなんですけど、まあ、こういうビッグクランクベイトとかあとはスプーンとかですよね、大きいスプーンでも結構使い勝手いいんで結構僕は使ってますね。っていうのが結構こうなんていうんですかね、硬い割に結構粘りがあるんで、まあ、この粘りを生かして巻き物もできますし、あとはそういうスプーンみたいなちょっとこうディープで使うのにもしっかりこう重みを乗せてしゃくれるようなロッドなんで、この 80XXH は結構使い勝手いいと思います。なんかもうほんまに飽きっちゃ飽きなんですけど、引いてって日差しあると夏っぽいんですよね。まだ中途半端ですよね多分。ほんでだから今からちょっとアイショットじゃなくて、ワイヤーショットで G クローラープラスでこんな感じでちゃんとボーンアトラーも入れてウィードの中をちょっと釣っていこうかなって思うんですけど、なんかこうやっぱり昼間はちょっと暑かったりとかして夏っぽい要素もあったりで、朝夕はね日陰ってちょっと寒いぐらいになったりとかして、で水面がちょっと騒がしくなったりとかもするような時期なので今は。朝一から結構巻いてみて反応がない時とかは
意外にこういう微動内部やってみるとドーンとでかいのが出たりとかするんで、ちょっとまあそういうので探っていこうかなと思います。で今年のなんかウィード内部の釣りの傾向なんですけど、投げてストーンと落としてくっていう感じじゃないんですよね。なんで中入れてもらってなんかこう、まあ、ラインフリーにしてこうストーンと落としてもらって、もうこう完全にウィードの中入ってるなって感じたところで、こうシェイクしたりとか、こう一回こうウィードのこの何ですか、天井までリグをこうポンと上げてまた落としてみたいなをすると、それで食ってくるみたいな感じなんですよね。なのでこうポン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 打ってって落として次投げるっていうだけじゃちょっと食いが甘いんで、なんかそういう誘いを入れてやるといいと思います。なんか一瞬怪しいなっていうのがあったんですけどね、なんか多分ちっちゃいですね、もうほんまにテールだけ。はい、で、ここが沖ノ島ですね。沖ノ島で結構普段からベイトも多くて、まあ、夏場定番なエリアなんですけど、まあ、数も釣れてサイズも釣れるっていう結構万能なエリアなんで、まあ、そこでちょっともうとにかく釣っていこうかなっていうので、ムーンカーリーの3インチこれの 5g ダウンショットでちょっとやっていきますね。でも釣り方としてはもう簡単で、もう投げて、まあ、ここ水深今 8m ぐらいなんですけど、まあ投げたところ 4m、5m とか、そこからずーっとこうそこ一旦つけてもらって、まだですね、つけてもらってそこからゆっくりズル引きで、このそこに一旦落としてからズル引きを始めたぐらいで結構当たったりとかもしますし、フォールで食ってたりとかもするんで、まあなんかこの夏場というか夏秋にかけて結構定番な釣り方ですね。で何かしら釣れるんですよね、あのサイズ問わずほんまに釣れるんで、もうとにかくこう琵琶湖来てこうやりたい釣りから始めてもらってもいいんですけど、あ、なんかちょっと魚釣りたいなって思った時にこうやってダウンショット入れてもらうと、ムーンカーリー3インチのダウンショットですね、入れてもらうとこうやって結構バイトもすぐ出るんで、もうこれですね。来た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 わ、きたむっちゃかわいい、よいしょ、おい、ムーンカーリー3インチ、食ってる、きた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 、おい、ムーンカーリー、まあ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 、でもバスっす、バスっすよ、お、サイズアップお、よいしょ、よいしょ、オッケーコロンとしてますわ、いいやつ、やりのレベルが大体一緒というか、そうですね、お、きた、あ、きたきたきた、
めっちゃ上がってきた。おいしょー。島よりええんちゃいます。またムーンカーリー、ムーンカーリー3インチ、まあサイズは選べへんすけど、まあとにかくバイトも多いし、まあ釣れるし、で時折こう40とか50とか混ざってくるんで、まあ意外に気が抜けないルアーワームですね。これをずっとこう数釣って数釣ってサイズを上げていくようなイメージっす。おっ、あーでもこれも上がってくるけどいい感じ、釣れる。おお、よっしゃ、オッケー。こうやって数を釣ってってサイズ上げていく感じですね。オッケーです。やっぱフィールドが、あ、来た来た来た、おお、なんか上がってきた、上がってきた、上がってきた。ええやつっすやん。よしよし、オッケー、ふっとい。おっしゃ、ふといっすやん。おいし、これもまたええ体型。おー来た、おっしゃおっしゃ。来た、早っ。おー、よう引く。うわー、あー、ええやつっすわ。コロンとしてますよ、めっちゃ綺麗。よしよしよし、よいしょい。うわー、でかい。え、これめっちゃええっすよ。よう、餌食ってますよ。うわ、追いかけてきた。あー、どこ行くの、帰ってきて。今あの、ついてきたバスに対して追いかけてってますから、ね、これで食うかな。食った。一回こう、チェイスしてきて下入ってったんですよ。おお、おいしょ、チェイスしてきたバス追いかけてったら釣れた。ムーンカーリーなんですけれども、この3インチ4インチと今ラインナップにあるんですけれども、これがねまた新しく、マテリアルが変わって、結構ね高技術なしっかりとしたもちもち感のある、質感に仕上がってます。なので結構まあ、ダウンショットではもちろんずっと使ったんですけれども、この4インチにしたことによって結構リグの範囲が広まったというか、例えばこれだったらライトキャローですね、これも結構春先だったりとか、 あとはアフター時期とかですよね、でも結構使い勝手のいいリグなので、これでもね、このムーンカーリーが使えるとなったので、またこれをぜひ試してみてください。もうとにかくもう投げてゆっくりそこを感じていればもう釣れちゃうんで、まあ難しいことはもう一切せずに投げて、ゆっくりこう引っ張ってあげるっていうのが、それだけで釣れるっていうのが、ムーンカーリーの最大の特徴だと思います。ちょっと一回サイズアップ狙ってメリーでやってみますね。ジャイロスター 3.5。 おっしゃ、乗った、よし、ええんちゃいます。13メーター。
メリーちゃん。おー、ちょっと待って、ちょっと待って待って、そっちはあかんね。おお、あおお、あ、生まれた。あかんっすね、これは。あかんやつですね。まあまあまあ、もう一回いきますね。ちょっとやっぱメリーの方がサイズ上がるっすね。すごいベイトの量やったんで、ちょっと一回アラバマを、まあ、10メーターぐらいに沈めてドラッキングで引っ張ってみます。結構この釣りね、冬とかもやるんで、まあ、これからメリーどんどん使っていくと思うんで、こういう釣り方もあるんで、もしあれやったら一回やってみてください。でどの辺引いてるか多分分かりにくいと思うんで、一旦そこまでつけるんですよ。一体メリーちゃんそこまでトンとつけちゃって、そっからは巻かずにエレキのダイヤルで調整して、まあ巻きスピードじゃないけど、あのエレキのスピードで調整していくような感じですね。もうこれそこついたんで、こっからもうエレキでダーッと踏みながら待つだけです。あんま早すぎると、あのエレキが早すぎるとあのリグ浮いちゃうんで、まあ、そこは調整しながらやってってくださいね。もうこれもね、もう琵琶湖ならではとか、リザーバーとかも結構ありですね。はい、もともとドラッキングしたいリザーバーの釣りですもんね。当たった。うん、乗らない。おっしゃ、取った。えんちゃいます？ちょっと無理せんようにいきますね。これどこまで出てた？結構向こうっすわこれ。お、京一。京一。めっちゃ綺麗。もうこれメリー始まってるっすね。で今これさっきのドラッキングで釣れたんですけど、やるとき絶対に、まあ、当たりをしっかり取ってもらうもあれなんですけど、絶対魚体見ながらやってもらうと、要はボートが通ったところをメリーが通っていくんで、要はそのベイトが濃かったりとか、なんかバスが映ったりとかしたスポットを後々メリーが通ることになるんで、ある程度こう身構えれるというか、あの辺ベイト多かったら多分その辺通るんちゃうかなっていうところでゴンって当たったりとかするんで、逆に言うと前でしっかりベイトが多いところを見ながら通していくのがベストです。なんでしっかり魚探は、まあ、どの釣りも多分そうですけど見とかんとあかんですね。当たった。当たっても絶対緩めない。エレキは踏みっぱなしで。当たった。おお、乗った。来たけど、かわいい。やっちゃいますこれまた。おっしゃい、来た。かわいいけど、バスはバスですからね。あ、取れた。
ポールで当たったっす。よし、ちょっとええんちゃいます？見えへん。おいしょ。さっきバラしたやつぐらいあるでしょこれ。やらばん始まってるっすね、ほんまにこれ。今日結構数が釣れたこのメリーなんですけども、まあこれから、まあ、秋冬で早春と結構ね幅広く使えるリグなんで、まあ、これをね今から使っていってもらうと結構ね大きいのも釣れたり、まあ可愛いサイズも結構釣れるんで、まあ、これはねこれから琵琶湖に来るお客さんとか、レンタルで出られる方とかも絶対にね用意しといてもらうといいと思うんで、ぜひ用意しておいてください。で、メインとして使うシャットテールなんですけども、まあ、基本僕はシャットテールを使うんですけれども、こちらの、ジャイロスターの 3.5 インチ、これを、5つとも全部つけちゃって、でヘッドですよね、あのジグヘッドは僕まあザップの、ジグヘッドで、ビワヘッドの40、1.8g ですねを、軸に使ってます。ただレンジによってはちょっと深いところを早く巻きたいとか、あとこうやってリグが回っちゃうのが嫌やなっていうのは言う方は、この下の方だけ重たい G クラックから出てますこのコーンヘッドを、例えば下だ2つだけ 3.5 インチ、あーごめんなさい、3.5g ですね、8分の1オンスを使って、まあ、リグを安定させていただいてもいいですし、まあ、全体的にこの 3.5g を使ってその深いところを少し早く巻くみたいな釣りもこういう、コーンヘッドと、ビワヘッドの使い分けをしてもらえれば OK かなと思います。ちょっとじゃあ、スイングチャッターですねの2分の1これでちょっと巻いてみます。でチャッターで狙ってるウィードの感じとしては、その、まあ、水深大体2メーターないぐらいなんですよね。1メーター半ぐらいのところとかが結構あるんですけど、まあ、そこに生えてるパッチ状になってるウィードの上を通すんじゃなくて、結構その間を通してるようなイメージですね。なんでもちろんこう間を通していくイメージなんですけど、こうパッチ状に生えてるところが多いんで、そのウィードにガンってこう当たる時もあるんですよ。でもそういう当たる時の当たる寸前とか、当たった時抜けた時とかでこうバイトチャンスがそこで3つぐらい訪れるんで、そこをこううまいことウィードの上をつるんと抜けさすんじゃなくて、ガンガン間に入れてってガンガンウィードに当てていくようなイメージですね。でそのウィードの上を通して食わしたい時って結構こう何ていうんですかね、もっとバス自体が食いっ気のある時とか、もうガンガンボイルとかしてるような時に、あとギル浮いてる時とかですよね。意外にギル食ってるような状況の時は、それこそチャターとかじゃなくてジャイロベイトの130とかギリング125 HF とかでこうそういうなんていうんですかね、待機してそうなウィードパッチ、まあ、しっかりしたウィードパッチの上をスーッと通してきてやると、下からガーンって出てきたりとかするんで、まあ、そういう狙い方の違いでルアーのチョイスをしてもらうといいと思います。
まあ、それ結構日によって違うんで、その日のあたりとかその辺の時期のあたりを探していってもらうのが、まあ、ベストはベストですよね。よっしゃ。スイングチャター2分の1。あ、絶対取る。頼む頼むで、頼む頼む。うわー、怖い。頼んますせ、頼んますせ、頼んますせ、頼んますせ。オッケー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 。頼んだ、もう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 大丈夫ですよ。オッケー来たー、ようやくスイングチャター。しゃー、最後の最後に来ました。まあもうでもこのスイングチャターで来たんで、まあ、季節的にはもうちょっと秋っぽいですよね。まあでも釣れてよかったっす。でまあさっき言ってた通り、やっぱりウィードの隙間をガツッと入ってしまった時に、なんかちょっと前当たりみたいなのがあったんですよね。でそのままブルブルブルって巻き通した時にガッと入ったんで、まあそういうウィードの隙間をしっかり通してきてやるとこうやって釣れるんで、まあでもこういうチャターで釣れてきてて、まあエリア的には結構シャローなんで、まあすごい秋っぽいですし、まあああいうアラバマでもね、メリーにジャイロスター 3.5 で釣れたんで、まあそれも秋っぽいんで、まあ季節感的には徐々に琵琶湖も秋に向かって進行してるのかなっていう感じですよね。はい、今日一日お疲れ様でした。まだ全然ちょっとこうね、暑さ的に夏っぽい時間帯とかもあって、夏引きずってるのかなっていう感じではあったんですけども、意外に釣りしてみると、まあ、こういうシャローのね浅いところでチャターで釣れたりとか、まあアラバマメリーで釣れたりとかして、まあ徐々に徐々に秋っぽく琵琶湖もなってきているのかなっていう感じなので、まあ、ぜひそういうね、横の動きに、特化したようなルアーを使ってぜひ巻いてガンガン秋の琵琶湖を釣ってってみてください。はい。